野崎チャンネル。ちょ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、この前報道で上がってたんですけど、うん、佐々木朗希のメジャー挑戦に向けてポスティング要請、球団にっていうのがね、発表されてて、もう要請ですか。まあだからどこまで事実か分かんないんで、はい、別に全紙が取り上げてるわけじゃないんで、そのどこまで どんなニュアンスで、はい、どんな強度で言ったかが分かんないから、ひょっとしたら、はい、ジャブ程度でこう言い続けなきゃいけないから、こういうの。あ、そうなんですね。ポスティングって俺今まで俺の記憶の中だと、うん、ポスティングやしてください OK ってないと思うんで、まあ、ポスティングって球団にとってはメリットってあんまないんですもんね。だからまあ、うん、唯一のメリットは、はい、FA 取る前年にポスティングさせて、はい、FA だと一銭も入ってこないから、はい、1年を犠牲にする代わりに球団としては、うん、その分ポスティングの対価をもらって、うん、要は、うん、メジャーに売るってことだね。そうで、お金だけってことですね。お金もらうっていうね、うん、ゼロで。だからそういうメリットがポスティングにはね、はい、お金が収益が入るっていう、はい、あのただで出ていかれるよりはっていうメリットがあるけども、うん、はい、いきなり契約更改に行った時にポスティング今年お願いします OK ポスティングで、で絶対ないよ。そうですね、うん、だいたい何年か前からポスティングさせてもらいたいんです、はい、今はダメだよ、うん、ポスティングやらせてもらってないんです、うん、じゃあこの条件のクリアできたらポスティングやってもらってです、まあ、でも今年もダメ、はい、やらせてもらってです。じゃあそろそろいいか、じゃあ大体、はい、うん、そうですね、うん、大体数年に、うん、でそれでダメだったら FA で行くみたいな感じで、はい、うん、大体 2,3 年最低でもかけて要請しながら、はい、それを、ね、チームの準備もあるからね、うん、こいつがいなくなると思ったら誰か補強しなきゃいけない、うん、ね、ドラフト戦略も変わってくるっていうところもあるから、うん、でそれで最後はポスティングでメジャーに行くっていう道筋だと思うのよ、うん、はい、だからどんな強度で言ってるか分かんないから、はい、これを全部鵜呑みにして、うん、何言ってんねんっては別に俺は思わないわけ、はい、なんかでもこれのニュースだけをパッと見ちゃうと、うん、こうそういうなんか背景を知らないと、うん、え、だってまだ1年通してこうフルで先発ローテーションとかは回ってないし、うん、もっともっとロッテで、うん、その大エースっていう風になってから、うん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 、でチームがもっと優勝とかしてからポスティングしてほしいってやっぱファンは思っちゃうじゃないですか、うん、え、ちょっと早すぎないって思っちゃうんですよ、うん、ニュースだけ見るとね、うん、だからそこの強度によるからね、はい、これガチで真剣に今すぐ行かせてくださいよ、はい、ってガチで言ってたら、はい、いやいやちょっとそれはおかしいぞってなる。俺なりますよ ね, で, すよね。でも軽くね、はい、ジャブ程度に、うん、っていうね、うん、っていうんだったらあれだけど、はい、まあ、そもそ も,、はい、も誰かがリークしないと出ないわけよこれ。そうですよね。だからもし佐々木朗希本人が言ったんだったら、うん、要請しましたって、うん、そしたらもっと全紙出ると思うのよ。そうですね、うんうん、契約も多分これだって契約更改の場とかで言ってるじゃないですか。そうそうそう、もしくは球団の中の人が言ったのか分かんないけども、はいはい、まあ、どういう話でここまで出たのかなっていうの熱量がちょっとね、うん、分かりにくいっていうところと、うん、あとはメジャーにはあの25歳ルールっていうのがあって、はい、あの大メジャーでは16年以降、はい、あの25歳未満かプロ6年未満の海外選手はマイナー契約しかできないのよ。だから、はい、ヤクルトの村上も25歳との25シーズン後にメジャー調整を見据えてるらしいのね、うん、だから大谷とかも最初だから給料上がらなかったわけよ、はい、それをね、うん、だからその引き抜き防止だね、はい、大げさに言うとね、うんうん、若い選手たちの。なるほど。だから今佐々木朗希22歳だから、はい、今言ってもマイナー契約しか、うん、まあ、最初はね、はい、まあ、してくれないっていう、いきなりだから大型契約っていうのは、うん、まあ、してくれないっていうところもあるんだけども、はい、だからまあ俺はもう前々から言ってるけど、うん、仮によ、これがガチトーンで今すぐメジャー行かせてくださいよだった場合、はい、だからこれはもう佐々木朗希じゃなくて、はい、全員プロ野球選手全員とメジャー行きたい全員、これからあのプロに入る人たちに向けて言いたい、はい、まあ、球団をね、うん、投資するわけじゃん、その選手に向けてね、うん、で特に今の昔と違って、今の特に高校生とかアマチュアの選手っていうのは体力がないから、はい、1年間戦うね、うん、で投げる体力もないから、うん、一発の爆発力はあるけども、うん、それを1年間通すっていうところの体力がないから、うん、1年間あんまり2軍でも投げずに高校生だったらまず体力作りしながらとか、はい、体力強化を図りながら、うん、で山下俊平だでもあの投げマッシュをしながらローテーション1週間で回るんじゃなくてなんか10日ごとに投げていくみたいな感じで、はい、まあ、大事に使って育てようとしてるわけじゃんね、うん、ってなった時に球団にも返さなきゃいけないじゃん、はい、恩義と義理と道理はね、うん、はい、ってなった時にそれは何かっていうと、うん、やっぱり優勝やと思うね、はい、俺はね、うん、だからその優勝、大谷もそうだと思うし、うん、山本由伸もそうだと思うし、マークもそうですよ、うん、このチームを優勝させました、うん、ね、だってドラフトも含めて戦力補強っていうのは
チームを強くするために、うん、みんなが考えて、ね、チームのフロントも監督コーチも、ね、オーナーも社長もみんなが考えて誰にしようって言うと決めて取っていくわけじゃん、うん、それはなぜかっていうと優勝するためにやるわけじゃん、はい、だからその優勝もしてないのに言ったってそれは運は言わんよな、なかなか言えないですね、なかなかね、チームの中ではいい選手でしょうからね絶対、うん、だから今の西武も高橋光成がポスティング申請してほしいですと、うん、でもそれはダメやって言うわけじゃんね、うん、はい、でソフトバンクも巨人も FA あのポスティングは認めてないんだよね球団として、はい、それなぜかっていうとチームを優勝させるのが一番だから、うん、はい、うちはポスティングはさせません、うん、行くんだったら FA で行ってください、うん、別にポスティングでお金をもらうのは別にいりませんっていうスタンスだから、はい、それは別に球団ごとのスタンスだから、うん、別にポスティングっていうのは球団の権利だから、うん、選手がそれを強制できることはできないからお願いするだけね、うん、でそれがもしダメだからって言ってそれを文句言うのは筋違い、そうですね、うんうん、っていうのがあるから、うん、まあ、それはやっぱりその自分のやっぱりやらなきゃいけないこととして、うん、チームを優勝させる1年間ローテーションを守る、うん、っていうところでちゃんと恩返しをして、うん、チームにもファンにも、うん、で俺はポスティングでメジャー行った方がいいし、うん、まあ、もしくは今9年が海外FA権だから、はい、その8年終わって、うん、球団が来年ただで出ていかれるよりは、うん、お金もらって出て行ってもらうっていうね、と言い方悪いけど、ね、まあ、っていう、もうちょっともしやすいですね、うん、お金もらった方がっていうところで、うん、8年まで頑張って、うん、FA 権を8年取ってポスティングしてもらうのを、うん、自力でやるしかないよね、まあそうですね、うん、だからそのアマチュアの人たちも、うん、もし将来的にはメジャー行きたい、うん、でそれは佐々木朗希だってメジャー行ってメジャーで活躍する姿をそれは見たいよ、うん、どんだけ通用するかとかね、はい、それは楽しみであるけども、うん、客観的に見たときに高校生からもしくは大学生から入ってくる子たちも、うん、はい、そんなにメジャー行きたいんだったら直で行けと、そしたら誰も文句言わないわけ、そうですね、うん、だから日本だと田沢とかね、はい、でそれであのレッドソックスで、ね、うん、あのリリーバーになってワールドチャンピオンにもなってるわけだね、はい、うん、であとは、まあ、メジャーには上がれなかったけどパナソニックの吉川だったりとか、はい、その佐々木麟太郎みたいに大学からアメリカに行ってメジャーに目指すっていうのもいいわけだよね、はい、いいとこ取りは無理なのよ、うん、日本の各チームだって自分たちの経営努力しながら、うん、自分たちのスタンス取りながら優勝に向けてをやっていきたいとこで、はい、自分の利ばっかり言うんだったら、うん、最初から 入らなきゃいけない理由ないんだから、はい、全部高校卒大学卒で、うん、別にそのままメジャー行ってマイナー契約してルーキーリーグと 1A とか 2A からメジャーに向けてチャレンジしていけばいいだけじゃん、はい、正直ね、うん、だからそこはこれからのアマチュアで NPB 入ってくる子たちもまずはそこでしっかりとしたものを形を残してチームの先行投資に恩返ししてから全員が気分よく送り出そうも行こうも行けるようにしないと自己のね主義ばっかり言っててもそれはちょっとなかなか通らないけども、俺は今回の佐々木朗希で言うとジャブ程度じゃないのっていう、まあ、おそらくそうですよね、うん、いずれそうそう本当いきなり行かせてください OK 絶対ないから、はい、あのそう、うん、意思がありますっていうのを伝えて、うん、はい、でだから球団側もじゃあ分かったと、うん、じゃあまだチームを優勝させるとかね、はい、このノルマをクリアしたらまずはこのぐらい勝とうとかってなったら、うん、そのポスティング許せるよっていうところの、うん、多分お互いの条件提示の詰め合いやと思う、うんうん、なんか記事見る限りでは大谷投手はこう契約の時に、まあ、好きな時にメジャー行ってもいいよみたいな契約も含まれてたっていう風に、あ大谷はね、大谷は、はい、うん、大谷はね、うん、でもそれでも大谷は優勝とかしてるからで、うん、そうでしかも5年いましたしね、うん、でも佐々木朗希投手ももしかしたらそういう契約だったら球団は早めに行かせるかもしれないみたいな、検討だからだって早めに行かせますって、うん、早めっていつです、いつでも本人の希望するときにメジャーに行けるっていう、多分それはないよ、ね、しないですよね、そんな契約しないと思うよ、そうですよねさすがに、はい、うん、でもそれも検討するみたいな、じゃあ契約なんですかね、それも要望も、いやただ口約束だったらそれ意味ないからね、うん、そうですね、だってそれね、うん、あとその人いなプロ野球界すぐ社長とかがあるから、はい、いなくなってる可能性あるよね、そうですね、あと一体言わないになると、はい、なかなか難しいじゃんね、うんうん、まあでも大谷選手でもこう優勝させて気持ちよくメジャー行ってますからね、うん、それがもう8年やってポスティング、うん、はい、だって他優勝させてた人も大体多分筒香とかマイケンとかも大体8年目ぐらいで FA してんじゃないの、うん、7、8年目ぐらい、ね、なんか前見たらそんな感じでしたよね、うん、そう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 、うん、だからなんかそんな熱量ね、うん、感度高くは言ってないと思うけど、そうでしょうね、でもまあ今後ねその
あのメジャー行きたいっていうところはね、うん、それは頑張っていってね、うん、あの夢をつかめばいいと思うし、うん、そのアマチュアからねそういう思いを持ってる人はね、自分の好きなようにやりたいんだったら、うん、別に NPB 入らなく無理に入らなくていいんだからね、うん、直接メジャーに挑戦あのする道を、うん、佐々木麟太郎とかねみたいに、うん、田澤とかみたいに行けばいいしね、はい、でそのまずはそのステップとして LPB に入ってってなると、うん、やっぱその各チームのルールに沿わなきゃいけないし、うん、はい、で一回多分千賀のポスティングの話で多分言ったと思うんだけども、はい、ポスティング認めない球団あるんだから、うん、それで早めにポスティングしてほしい人たちはその球団に行かないって声明書出さないと、はい、あもしその入ったらもう最後ポスティングしさせてくれたいからね、はい、うん、だからもう僕はそのチームはポスティングを認めてないんで、あの指名しないでくださいって言うしかない。そうですね、うん、でそれでも指名されたら、あじゃあこういう契約にしてくださいってことで、ね、うん、それができなかったらもう拒否しますって、うん、入団をっていう、うん、でもそのままアメリカ行けばいいじゃん。そうですね。だからまあ俺はまあ客観で別に佐々木朗希にっていう思いはないけれども、うん、あのそういった思いがある人はやっぱそういう行動そういう判断を取るべきだし、うん、入ったんだったらやっぱそのチームのやっぱ優勝っていうね、うん、あの結果をチームとファンにもたらして、うん、気持ちよく海を渡るとかね、うん、そのチームから課せられた課題をクリアして、うん、あのそのポスティングの容認を取り付けるっていうところで、うん、まあ、やっぱり球団が、ね、の権利だから、はい、まあ、お願いすることしかできないから、ね、うん、でもまあ今回ジャブ程度で意思を伝えて、うん、まあ、それはねあの早いうちに結果残してね、うん、チームとしても、はい、優勝させてね、うん、そう言ったらそれはみんな頑張ってってなるから、ね、なりますね、うんうん、だまあまずね意思表明しながら、うんうん、まずロッテでねしっかりとした結果を残していけば、ね、はい、まあ、おのずとねそういけるようになるからね、うん、そうですね、うん、いやもう本当柔軟勝して大エースになって優勝させてほしいんですよね、うんうんうん、そしたらね別に誰も文句やないと思うからね、うん、そんな感度高くないと思うからね、うん、慌ててる話でもなかったけどね、いやそうなの、多分本当に、まあ、いずれ行きたいと思ってますぐらいのなんかような感じもするけどね、しますよね、まあ、分かんないからね、はい、あれだけどね、うん、ということで佐々木朗希FA、ね、あのポスティング問題の話した、はい、はい。